11月の22日今月で、この11月の22日が終わった日がね、新嘗祭、天皇家のものすごい大事だ、これはね、皆さん新しい天皇が大乗祭、ね、一生に一度天皇になるね、天皇霊を身に帯びるものすごい大事な儀式、本当はね、あの、令和とかね、上皇陛下はね、あの皇居でされたんですけれども、本来であれば、あの奈良のね、そこの都でしないとエネルギーが降りないとか、また京都でしないと、御所でしないと降りないとかね、まあ、自由的ないろんなものもあるんですけど、まあ、形だけあの、大乗宮をね、あの皇居の中に作られて、で世界中がコロナ前でしたから、世界中の首脳が来て、日本って一体こんな儀式を何でするんやみたいな儀式をね、大乗祭、一生に一度なんですけど、このね、あの上皇陛下明仁さん の平成の場合で言えばね、明仁さんがもうあの上位するということで、今の金城天皇に上位されたのが4月の初めに変わったね。でその時にね、三種の神器はあのその今の金城天皇にちゃんと渡してるから、三種の神器はあるんやけど、秋のね大乗祭を経ないと実際の天皇の霊力は身に帯びないから、半天皇って言われる、半分だけしか、だからそのまあ見る方が見たらね、天皇のなんかパワーが全然違うっていうか、それぐらいの新嘗祭っていうか大乗祭、大変な日々なんですけど、その前の晩にね、馬島路の御事がね、その天皇、この場合で言えば神武天皇ですよね、その天皇皇后のお命がね流れるように、鎮魂をしたのがね、ここでね、今日も皆さんが鈴を振りながらね、あのそのエネルギー感じられた鎮魂祭なんです。それってね、私はこれビゲンスの何ともね、あの今の天皇家のことは大切にされてるのでね、あの、戦前にこんなこと言ったらもうそういうことね、牢獄っていう感じかなとも思うんですけど、あの、征服されてるんですよ、物飛べは。でこの国産の勘だからもね、盛り上げられてるんですよ。それでその負けたね、その物飛べとして、その今のね神武天皇のご夫妻が命が流れるようにっていう鎮魂をしたんですよ。その次の日ってお祝いじゃないですか。これってものすごいなって、この本当にね、この流れって、私これは私の意見なんです。だからこれね、あのコピーしないでねっていうのはそういうことなんですけど、あの物のべとその因べもそうなんですけど、みんな消されていってるんです。権力者がね、どん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 自分の都合のいいようにあの世の中を作り変えていくのでね、だから歴史から消されたっていうのが逃げ早き流れなんですね。でそれで今そのもう一つのね、瀬織姫っていうのがすごくね、皆さん六甲のね、瀬織姫神社ですか、あそこすごい行かれてね、なんかブームみたいになってるんですけど、まあ確かにね、あの六甲瀬織姫なんですけれどもね、片野のね、生駒山の片野の観音岩って登ったことおありの方あります？大きな岩倉がありまして、あれは何駅だったかな、片野の、片野の駅、片野駅じゃんの、星田じゃなし、津田とかですかね、津田のとこから、あそ山ね、上に石があるの、ずっと見た、今ね、もう高速道路が通ってしまったからちょっと風景変わりましたけど、冬枯れの時なんかでものすごい大きなね、あの、まあ、観音様が掘られてるから観音岩って俗に言われてるんですけど、あそこはね、熊野のごとびき岩、大きなね、岩倉、ごとびき岩も行かれたことあります？大きな大きなね、いまだに火祭りしてるとこなんですけど、
に負けるとも劣らないぐらいのものすごい大きな岩ねあるんです。それで登られたらねやっぱりすごい気を感じられると思うんですけど、私も美玄先生とねずっと津田から歩いて、観音湯に登ったことあるんです。今なんか車で裏から回れるしね、はい、なんかもうそういう道があるみたいやけど、そこに登ってねすぐ前見たらねすぐ前ね六甲なんですよ。私たちの頭の中でねずっと生駒山があってずっと向こうが六甲だと思うけど、観音岩に登ったらね目の前が六甲なんです。で六甲ってね向こうって向こうです、向こうの山なんです。すぐ向かいの向こうの山です。だからね、そこにね、陰陽で岩倉があるんです。こっちが男で、六甲は陰です。女の岩倉がね、対比してるんです。でしかもね、そのね、観音岩はね、ものすごく磁場が高いのでね、毎年ツバメがね、その上で集まって、南からそこの磁力を頼りにツバメが戻ってきて、それからまた、帰るときはそこに集合して帰っていく場所だから、鳥はねやっぱりそういう方向、磁石も何にもないのにそこを目指して、その磁力を目指して来る岩が観音岩なんです。だからねやっぱりね、生駒山は新ヶ谷駅がいた片野に、はい、片野にあります。よかったらまたね、前田幸子さんがすぐねなんか近いのでしょっちゅういろんなお友達ご案内してますけど、とにかくその木がね、どこで真向かいなんやっていうね、その感じをねすごい受ける山で、だからねそのやっぱ岩倉っていうのは陰陽で必ずあります。昔の岩倉、社殿も何にもなくて、ここもね社殿も何にもなくて、天狗が宝物が奪われたというね、そういう磁場があるんですけれども、瀬尾律姫っていうのは、ね、だからね右早日の姫神だった。このね、三ヶ敷家姫と瀬尾律姫がね同じやっていう人もいるし、昔の、ね、人はたくさん お嫁さんがいるので、そこの辺は私もちょっと曖昧なんですけどね、瀬尾律姫ね消されたっていうのはね、実はねこれは伊勢神宮の早期に問題があります。伊勢神宮最初に作ったのはね天武天皇です。天武天皇が壬申の乱で、天智の、ね、息子の大津皇子やからとの政権争いで、肉親のねもうおじとあれがねみんな喧嘩したり血で血を洗う時代だったんですけど、そのね時代にね天智天皇が伊勢にね、当時伊勢はなかったんですよ、伊勢に行って水屋神社というのがあるんですね。そこのところでね私を勝たしてくれたらね伊勢をねちゃんと祀るって約束して戦いに挑んだんです。で勝ったので伊勢を作ることになって、だけど天武はもう亡くなってしまったから持統がね引き継いで、伊勢の祭祀が始まるっていうか、伊勢のねそういうわけで伊勢のお祭りが天皇が行くので、この磯の神のね神主たちが大反対したっていう戦があるんですけど、伊勢はね当時はね伊勢の尼とか怪人族が祀っていたね大姫っていうかね女の女神がいたんです。でその女神をアマテルクリテルっていうか新早日アマテラス大御神として、本来としたらねアマテルクリテル彦星あかり屈下の新早日の御事はね男の神様です。伊勢は本当は元男の神様です。ちょっといろんな霊能のある方がねこの頃伊勢の神様入れ替わったとかね、もう伊沢に行きはったとかいろんなことは言われてるんですけど、伊勢はね
本来ね男の男神だったんです。だけどそれを逃げ早きを引き下ろして女の女神であるアマテル大御神として女神として祀ったから、伊勢に女神がねアマテル大御神という女神がいてるのに瀬織津姫という奥さんがいてておかしいでしょで瀬織津姫を消してしまった。わかりますこのトリック。だから瀬織津姫は森戸にしか残ってる。で瀬織津姫はしかもあの滝とかねお不動様とかいろんな形を変えてね、まあ、瀬織津姫激しいねあの水の流れのところにいる神様とかあのいろんな神様としてねあの、琵琶湖 の、ね、あの水の一箇所琵琶湖あんな大きいのに水一箇所からしか出ないんですよ瀬田の。あそこのもの激流の激しいところに、瀬織津姫のお祭り神社があるじゃないですか。この頃ものすごい観光物が行き出したんやけど、まあ、昔は本当誰も参らないところ で瀬織津姫ブームになってから今すごくねあそこがまた火が当たってるんですけど、そういう感じでね瀬織津姫は、ね、消されたんですよ。だから逃げ早き男の逃げ早きも消してそれで、女の瀬織津姫も消したんだけど、岩倉として見たら生駒がね逃げ早きのねあの、長須根飛行一帯のね部族 の土地なのですぐ向かいが、ね、向こうの山が瀬織津姫でいいよって岩倉としてはねちゃんとそういう配置になってるんです。これはね美玄先生も岩倉というか 岩の神様と話をしたりそういうことをしてずっと掘り起こしていかれてね直接お伺いもしましたし、三輪山の、上に今一生懸命西神社から行列して上がりはるでしょ。昔はね戦後ね岩倉とか誰もねGHQ がもう神社解体してしまったからもうそれこそねその頃の宮司さんはそういう岩とか神様とか見えないものっていうのは全然もうねそういう霊能とか霊感のない方ばっかりが寄せ集められてい いたので三輪山のね岩倉なんてね興味もなかったんです。それを一個一個検証して歩かれたのが小林美玄です。だけど今にはね、美玄先生の功績はね、全然残ってない。だからまあなんかいろんなね、美玄先生は神社本庁からフランスやイタリアにね、神道を伝えたり、実はすごい、すごく当時は神社界では有名だったんですけど、最後はね、不遇でした。で、最後、石切さんに、お勤めされてそれで定年退職されて普通だったらねどっかの神社のね宮司になるとかねそういう配慮があってもしかるべきなんですけど、まあ美玄先生がね上から個人と伝えようということで降りてきてくださったのかもわからないんですけど、まあ、そういうことで私たちがね、まあ、出会ってで美玄先生とこうやってね美玄先生の個人とを断片的にね語らせてもらえるようになったかなと思ってるんですけど、最後ね石切さんも実は新井早日がご祭神ですね。それで石切さんでね生駒山がね遊園地ができてで近鉄線が引かれてで山のねあそこに電波塔がいっぱい立ったでしょ。あの時ね岩倉ものすごく壊されてすごい岩倉があって、もう六甲のそれこそ瀬織津姫に負けないぐらいの岩倉もね全部壊されて、今少しお不動さんかな横のなんか電波塔のあそこにエネルギーがね分かる方はねそこにはまだあるって言ってはったんですけど、生駒山のトンネルを掘ったりね工事する時ね石切の宮司の家に夜な夜な蛇が集まってくる。だからねものすごいやっぱりね工事を止めろって言ってるんで
い蛇がね、夜になるとね、ご自宅にね、蛇が現れたっていう話もされていました。そんな聞かれたことあります？なんかね、そんな話も聞きました、直々に。だからね、やっぱ見えない神様ね、やっぱおられるからね、あんまり筋を外したことしたらあかんなっていうか、これからやっぱりね、いろんな世の中ね、私たちが学んだこととか、そんなんもそうやった、実はそんなことやったみたいなね、そんなことが世の中ひっくり返ってるじゃないですか、いろんな情報が。もうね、アメリカも中国もね、もう本当にっていうような感じでね、あの世の中の私たちが学校で学んだ時も全部違うっていうことが起こってきたんですけど、人社会の神様の世界にね、もう大変革されるのだ。だからね、だからいろんなことがね、変わっていくと思うので、だから皆さんもね、あの常識一遍頭ね、もう全部繰り返して、もう時間ですよ。あの UFO もね、いますUFO もいます。いや、あのね、2期の人でね、もうそれあの霊気習っていっぱいこう UFO が来るからってみんな集めて UFO 見る会とかしてた人ね、なんか初美さんね、一緒に誰か自分の弟さんがなんか連れていたの、飛行機の航路でね、あの光はこれですとかいちいち全部言うたら飛行機やってね、娘の子が全部検証してね、検証してね、もうことごとく潰されてるけどでも中にはなんか怪しい、怪しいのあります、怪しいのはね、やっぱりいるし、そうだからね、あのみんなもね、空見てください、なんかね絶対メッセージ来るし、それからあの朝早くがね、4時5時が神様タイム、神様からメッセージ来ますよ。で自分じゃなくて、まあ自分なんやけどね、だから5時6時が仏様タイムって、もう紀元先生とよくそういう、あの5時6時になったらね、お経が聞こえてきたりとかね、天界の声が聞こえる人がいるので、終わる時にこれからね、あのどんどん世の中変わっていきますので、ぜひぜひ、あの私もね、新井はやひのことはもっとね、あの追求したいと思っていますので、まあ、皆さん、あのこんなね、ちょっと生半可でね、こうですみたいなこと断定がとてもできないぐらい の、 この日本のね、古い歴史が、うまわしまわしの御事もそうですし、あの宇賀や吹屋平成王朝という九州王朝がザクッと削られてるんですよ、ね、竹の内文書とかね、みんなも偽書って言われてるのが実はあのすごくね本当だったり、で竹の内巨丸 の、 あの、家柄の方がもう竹の内文書のことを広めようと思ったら若くして亡くなったり ね、 ね、それから肩組むのも怖いです、実は肩噛むなので、やりすぎたらね、あの向こうは知ってるからね、あんまり追求したらやられるよ日本の歴史で、ね、やっぱりね何かあるんです、それの中のね一つもにぎはやぎですし、やっぱ岩のエネルギー、岩に、ね、ミネラルとかそういうエネルギーも命があるもんやから、それとね、あの感応してね、何かを感じていただくっていうのも一つのね感覚、見えないものをね、玉璽様もあの言われてたじゃないですか、五感で感じるっていうのをね、ぜひやっていただきたいなと。だから縄文古神道はね、その滝行したり刀振ったりとかね、白い服着て祭祀したりとかそういうことではなくて、普通に暮らして普通に虫の知らせとか鳥の声とか、今日もね、あの陽子さんがシンギングボールを演奏しておられた時に、ね、あの日本ミツバチが一匹ブーンって、ね、飛んでたでしょ、あれ蜂のヒレやからね、徳さん、蜂が来たなとは思ったんですけど、メッセージは私は分からないんですけど、なんか虫の知らせがね来
してたな。そういう感じで生きていったら、あんまり世の中にね振り回されないで、もうねお金お金お金とかそんなじゃなくって、やっぱり喜びの中でね生きていけるようになったらいいなと思って、そんな感じで生命さん、お時間ない、はい、いいですか。いや、いい違う違う逃げ入りをもっと追求していきたい。もう1時間ちょうどなったんで、はい、じゃあ仙台富士本気の勉強会もねまたしたいなと思っていますので、皆さん本当今日はありがとうございます。あと回りましたね、最後締め、はい、こんな感じでちょっと死に切れトンボでね、皆さん納得が半分ぐらいですあーっていう感じですけど、ま、逃げ早い謎の神様が一緒にね、探求したいと思いますので、ありがとうございました。